します。はい、お願いします。まあ、まずは化粧室おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、今日はどうでしょう、作戦とか組み立てとかって考え、何か考えてたんでしょうか。まあ、そうですね、あの脇本さんが、はい、相手だったので、まあ、とにかく先行しようっていう作戦でした。まあ、最後ゴール前とか、まあ、感触とか感じ的にはいかがでしょうか。まあ、そうですね、今回ちょっと新しいフレームで戦ってるんで、まあ、いつもと違う感覚が何か所かあるので、まあ、難しい部分もありますけど、今日は佐々木君と後ろを固めてくれた小川さんのおかげで決勝に行きました。まあ、決勝は、まあ、近畿勢がまた別になるということで、はい、まあ、並び的にはどうでしょう、まあ、脇本さんの後ろというところで、ね、脇本さんが履いてるので、はい、そこを主張させてもらいます。まあ、お話的には、まあ、どういうことを、いや、特には普通に、ついてもいいですかっていうことを聞いて、はいはい、明日はつかせてもらうことになりまして。わかりました。まあ、最後決勝に向けて意気込みをお願いします。はい、全力を尽くします。よろしくお願いします。